クロックワークプラネットは、エノミア・ユう、ひまなつばによる日本のライトノベル。イラストは、ウバラノが担当している。講談社らのべ文庫より2013年4月から、刊行されている。略称は、クロプラ。ライトノベルとしては、珍しい作者が一人だけではない。合作という形で書かれている。著者の二人によると、合作という形が生まれたのは、原稿を書く際に役割を、 きっちりと分けなかったためと説明している。本作は著者のエノキグーが海外でガン治療を受けていた時に免税店で機械式時計のパンフレットを見てその世界に引き込まれ、それを元にしたプロットを作ったが、エノキグーの作風に合わなくなり、プロットの聖書を暇なに持ちかけたためが作という形が生まれたとも記載されている。なお、一巻と二巻では、エノキグー、 ヒマナもに著者として記載されているが、3巻では、エノキグーが来、ヒマナア教書と記載されている。また、当初は、エノキグーが挿絵を担当する予定だった。著者の一人ヒマナは、本作がデビュー作となる。現在、ラノベ文庫のホームページには、本作の特設サイトが公開されており、壁紙のダウンロードや小説一巻、第2章までの試し読みをすることができる。 メディアミックス展開として、漫画版が月刊少年シリウスにて2013年11月号から2018年10月号まで連載された。日本国外においては、東立出版社より翻訳版が刊行されている。宝島社、このライトノベルがすごい。2014年版にて作品部門ランキング13位、新作部門3位にランクインしている。また、 第3回ラノベズキ書店員大賞で6位にランクインしている。クロックワークプラネットから今から1000年前地球の寿命が突然発表された。それから100年後地球は死の星となった。だが、ある人物により寿命を迎える前にすべてのものが歯車によって再現、再構築されたことにより人類は生存することができていた。しかし、 歯車によって人類は生存できている一方で、破綻と延命といった犠牲を強いることが日常となり、人類は千年もの間、何も変われずにいた。そんな惑星に暮らしている三浦直人の家に、ある日、突然一つの箱が落下してくる。その箱に入っていたのは一体の自動人形、リューズだった。そして、二つの出会いによって、運命の歯車は回り始める。 高段社らのべ文庫より刊行日本国外においては、東立出版社より翻訳版が刊行されている。月刊少年シリウスにて2013年11月号から2018年10月号まで連載。原作はノ、江宮優、やひまな、つばき、キャラクター原案は、うばらので、漫画は、黒が担当する。2015年12月に、 アニメ化企画が進行中であることが発表され、2017年4月より6月まで TBS 他にて放送された。レディオワークプラネット時計仕掛けのラジオのタイトルで、2017年3月23日から6月29日まで、各週木曜日に、おと泉にて配信された。メインパーソナリティは、南条愛の、そして角間愛と、大西沙織が交代制で務めた。 ありがとうございます。